Savonarella. La 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 la, down to Savonarella. Broken tie at the oom, Savonarella. Broken tie at the oom, what a la 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 la. りょうき、実際にパフォーマンスを見たときにグループにいてほしい破壊力を持った方だなと思いました。本当にグループにおける爆発力をこう秘めている。Wherever you are, I always make you smile. If you ever fall, I'll get up again. Looking for me anything, take a step aside. リハの最中とか、うん、なんかテンションが上がりすぎちゃうと、突然日本語から英語になっちゃう時があって、でメンバーもこう服好きなメンバーたちとこう服の話してると、次の日とかにそのメンバーがその服買ってきて、うん、来てきた時にうわーってなるじゃないですか。その時にうわすごいね、 Really are you talking about the clothes that we talked yesterday? みたいな。もうみんな大好きなんですけど、やっぱり G ドラゴンジオンさん、もう毎日毎日毎日彼のことを考えて生きてます。あらあら靴見せてやれ、靴。これですか。これは限定ですよな。りょうきは伸びれば伸びるほど全てが素晴らしいね。あなたは全ての才能において、諦める必要がないかなと心から僕が感じているので、ここまで才能を伸ばしてくれて本当にありがとうございます。あー、ちょっと待ってください。ダメです。まとめて殺せ。ハイ&ローザワーストクロス。こうなんか変われた1ヶ月だったような気がします。このままみんなで最後まで突っ走れたらなって思ってます。狂気がはい、ルイさんとは真逆なんです、真逆なんですけどって言いやしあって最年少アピールをすごいしてくるんですよ。可愛いの、でもすごい可愛い。甘えていきたいなと思っておりまして。可愛いのは24くらいまでだからな。じゃああと5年可愛い生きてきます。スケジュール見ると大体誰が今何してるって大体わかるんです。あ、そうかそうか、みんなグループのスケジュールがあるんだ。はい、なんでそこでこうやって見て、あ、こいつ今手が空いてるぞってやつに電話とかして、ね、LINE とかして。そう、もう料金なんてもう5時に終わるって分かってたからか分かんないですけど、5時4分ぐらいに電話かかる。いやいや、正直最初、まあ、みんな思ってたねって昨日話をしてたんですけど、最初の2日3日目なっけーってお、来た！
言ってみるもんなんですね、こういうもんで、次、言ってみた方がいいのか、やってまーす、すごい、10枚、10枚ほらあーあー、かわいい、ほら、めっちゃかわいい、かわいい、めっちゃいいじゃん、いいな。見た目めちゃめちゃ尖ってんのに実はめちゃめちゃ丸いところが あるね。人のことよく見て人のことよく思えるタイプ。今回の、アワード受賞されましたこと誰に一番伝えたいですか？親だと思います。楽しんでくれるかっていうのはすごい考えてやったので、それこそ ね、どこセットリストも多分ほとんど送り出してあげてるその気持ちっていうのがさ、すごいその少し優しさがにじみ出てる。分かる。後ろから見てる。めっちゃ分かる。めっちゃ分かる。分かってくるやつ。お前か。お前か。めちゃめちゃびっくりめちゃびっくりしたんだけど、俺完全に両親と。お前分かるよなって言って。見たことってみたこいつの。これ真顔です。さあ。マジック。これが僕のマジックです。いや、クソおもろかったよ。今日一日、今年一番面白かった。これが僕のマジックです。ありがとう、はい、ありがとう、ありがとう、ドバイバイ、ありがとう、ドバイバイ。この人は本当にいい意味で恥じらいがない、そういう部分は似てると思うんだよね、うん、ああでも確かにあの似てるってよく言われます。恥ずかしいことを堂々とできる人よ。音楽制作自分で始めたことが結構大きかった気がします。なんかいろんな音楽聴いて、全然そのゼロから作ってるから、今その全然クオリティとか本当にまだまだだし。ワールドツアーの日程が載っている。うわやばい、やばい、やばい、やばい。やばいよこれ。マジでやばい。この凄さ知ってます？この凄さマジでやばいですよこれ。もうおいおい。ラーメンで言うと700グラム。700グラム。全然やっぱ見た目じゃ想像つかないですよね。でもまあリハで死にそうになってますけど。しっかりリハで死にそう。面白いくらいにつまらない、全力で忘れようとするけど全身で君を求めてる。お化けって科学的には立証されてないじゃないですか。あ、ただ、虫ってもう現にいるじゃないですか、いらっしゃるじゃないですか、うん、地球上に。そういう立ち位置だね。めちゃくちゃ敬意払ってる、一応ね、リスペクトはないとね、どこ何されるか分からないんで。そっか、舐めてんの俺らのことなったら困るから。そうそうそう、見てっかな、この時間に虫が。お金つけてるかもしれない。つけてるかもしれない。絵が下手くそなんですよ、絵と字が下手くそなんですよ。これに関してはさ、下手とかもちょっといけるよね。そう、下手っていうか、書く気ないですよ。書く気ないですよ、これは。いやいや、俺めっちゃ頑張ったんだよ。動物の手って言われてもおかしくないよね。うん、ひなの。ああ。これが、芸術です。じっじっどこまでもファンタジーな世界ならいいさ。そこにフェースがつかれはい、もう止まってらんない Stay fine。 こんな隠居暮らしみたいなこと続けられないよ。冗談じゃないですよ。みんな待ってるよ。りょうきさんすごいバッチリでした。なんかあんまり NG カットがない
なんかもう迷いがないっていう感じですよね。自分のその見せ方を知ってるっていう感じがしました。もうやっぱり両機がうまい。ありがとうございます。聞きやすかったな。そう、聞きやすかったし、噛まないよね、本当に。いや、逆にさ、プレッシャーがすごいもん、みんなから。だって、あの、噛んだら昼ご飯をおごるわって俺も言っちゃってさ、そうだね。レコーディング終わった後にさ、こう外のブースからさ、なんで噛まれんのあいつとかさ、なんか、おごってよとか、なんかすごい聞こえるからさ。膨らんだように描くって、実はとっても難しいことだと思いません？確かに。噛むんですか？噛まないね、彼。噛まないね。ちょっと噛まないな。噛んだ方がいいのかなとか。ジュノンはやっぱずっとなんか絶対仲良くなんねやつだろうなと思ったのが、すんごい仲良くなっちゃったっていう、あらどうしちゃったんだろうっていうぐらい、なんか多分前世恋人だった気がしますね。さっき笑ったことは、メンバーの逆が面白いよ。英語ちょっ最後に、皆さん、いつも応援してくださってる皆さん、いつもありがとうございます。これから BE:FIRST、7人の7人色を全力で出していけて、皆さんに届けていけたらと思いますので、全力で応援してください。全力で頑張ります。よろしくお願いいたします。バイバイ。じゃんけんぽい。うぅー、あいこうでしょ。よっしゃめっちゃ勝ったわけじゃないの。ここからです。